我推し。久々の我推しでございますけれども、今回は歴代アニメヒロインのベスト10を発表してみたいと思いますね。この我推し、毎回言っておりますけれども、あくまでも私個人がどう感じるか、どう感じているか、ね、私個人の思考、趣味思考の、それに基づいたベスト10ということですからね。ただそれだけのことでございます。何の発展性もございません。ね、そこの辺、これから先ご覧になる方はそこら辺をご承知おきの上で見ていただきたいと思いますけれどもね。どうして今回このような題材を選んだかと申しますとね、つい先日ですね、ついこの間まで対談動画で小倉さんという方とね話し合って、小倉さんが持ってきてくださった題材が、まあアニメヒロイン、歴代アニメヒロインみたいなことをね、いろいろ見てまいりました。で、彼のまあ結論っていうのは、ララベルこそ思考と、ララベル以外はみんなその他大勢だっていう、まあそういう結論でございましたけれども、あの時まあ私もね、それに応じていろんな、ヒロインが出てくるのに応じていろいろ喋りましたけれども、まあ、それでまあ火がついたというかね、とりあえずまあ私のベスト10も発表しようと。私はね、その他大勢っていう感じではなくて、ちゃんとランキング作れました。でもね、やっぱり実在のアイドル、人間体のアイドルです、まあ、いわゆる三次元のアイドルにもあんまり興味なかった人間なので、まあそのアニメヒロインにもそんなに興味はなかったんですよね。まあというか我々の世代ってそうですよね。そんなにむちゃくちゃそのアニメヒロインに没頭するっていう、そういう世代ではないので、私よりも5つぐらい下になると、5つか10ぐらい下になって、あの日本テレビ系の魔女っ子路線の時代とかになってくると、いわゆるロリコンブームの後ぐらいになってくると、そういう視点って出てくるんですけど、私が子供の頃とかってそういう視点がないから、そのアニメヒロインに対してむちゃくちゃ思い入れるっていう、そういうまあ子供時代ではなかったですよね。大きなお兄さんになってからも、だからそういう風に育ってきたから、大きなお兄さんになってからもあんまりそういう風には漫画は見てなかったですね。まあ私の場合はいわゆる3次元のアイドルもそういう風に見てなかったしっていうのもあるしね。だからまあ面白くない人間ですよね、あの女性方面から考えるとね。それでもやっぱりね、そんなに思い入れなかった中でもちらほら、あ、この子可愛いなと思ってた子がいるんでね、やっぱりアニメの中でね。そういうのをかき集めてギリギリ10人かな、11人選び出すことができました。歴代のアニメ全部考えてみて、昭和時代のね、昭和時代の歴代のアニメ全部考えてみて、それで出てきたのが11人だけです。しかもこの11人ね、私あのものすごいひねくれ者ですから、多分ね、あ、そうそうって同意してくれる人ってすごい少ないランキングになってると思います。ものすごいマニアックといえばマニアックっていうかね、いやーこいつよっぽど変な趣味してんなっていうランキングになると思うんですよ。そういう意味では興味深いかもしれない。おそらく再現性はほとんどないような、ね、ランキングになってると思いますよ。それではね、まずおまけの県外、本当はベスト10発表なんですけど、全部の昭和のアニメ全部考えて11人しか出てこなかったんで、あのもったいないから11人目も発表します。まず県外、辞典ですね、要するに辞典はこの方でございます。はい、うららってなんだってうららってね、うららっていう、あの頑張れロボコンかっていう話ですけども、同じロボットものではあるけれども、まあ、こちらアニメですからね。アニメのロボッコビートンというアニメに出てきたうららちゃんっていうのがいたんですよね。ただ私これ放送当時は見てないです。放送当時見てなくて、で後に絵で、資料の絵で見て、あとレコードのジャケットとかで見て、あ、この子かわいいなって思っただけですね。だから何の思い入れもないから、まあ、県外ということになりますね。非常にかわいいと思います、この子ね。絵がうまい。安彦義和さんのデザインなのかな、なんか非常にそそられるものがありますね。髪型もいいし、服もかわいいしね。やっぱり目も大きくてかわいいですね。まあ、うららちゃん。この子はなんか名字が分かんないみたいで、ただのうららちゃんですね。
多分名字春野じゃないかなと私見てますけどもね、春野うららちゃんじゃないか、大体漫画ってそんな感じでしょ。この後出てくるヒロインたちの中にもですね、いかにも漫画だなっていう感じの名前がねあったりしますんで、まあ多分これうららちゃん春野うららだというふうに思っておいて、この方が県外でございますね。さあそれでは本番でございますか。第10位、まあ王道といえば王道ですよね、神崎めぐちゃん、めぐちゃん、魔女っ子めぐちゃんのめぐちゃん、神崎めぐ、このめぐちゃん好きな男、好きだった男子は多いでしょうね。これ私も本放送では見てないわけです、これもね。ただし再放送で見てて、まあ男の子イチコロでしたよね、男の子なんかイチコロでしたよ本当に。多分この当時見ていた男子みんなイチコロだったんじゃないかなね。なんて言ったってあの服装、ひらひらしたスカート、もうねあのひらひらして可愛い服装、あの感じの服っていうのはそれ以前のアニメではないっすもんね。ああいうなんだろう、ファッション性のある女の子の服っていうのは。でめぐちゃんあれ設定では中学生ってなってるみたいだけど、見てる当時小学生しか思えなかったから、小学生でこんなおしゃれな子珍しいなと思ってね、そんな感じでも見てたし、今ねもう小学生も普通にブランド物とか一丁前に着てますけど、ね、一丁前って言っちゃ悪いか、ね、あね、まあ、この当時こんだけおしゃれな感じの女の子、小学生中学生ぐらいの女の子ってな、現実にもあんまりいなかったし、そして漫画の世界アニメの世界にもいなかったんですよ。この頃までのアニメってもう男の作家ばっかり作ってるから、そういうファッション性とかゼロなんだよね、ほとんどファッション性にもう目がいってないから、もうや今考えるとその全然ファッション性ない。当時はそれが子供の服装として当たり前と思ってたけれども、まあ、今考えるとまあそういう面ではちょっと見栄えはしてなかったな。まあ、それは当時はそれが当たり前だったから別に何も感じないんですけどもね、感じてなかったんだけども、でその意識が大きくガラッと変わったのがこのめぐちゃんだったですね。でね、お定まりのあのエッチシーン、エッチな場面もいっぱいあったり、そういうのも良かったしね、やっぱり、うん、まあ、めぐちゃんに惹かれなかった当時の男子って多分いないなっていう感じありますよ。ああ、この間のね小倉さんはねロンの方が好きだって言ってて、あれ結構少数派だなと思うんですけどもね、のんちゃんは全然いいと思わなかったけどね。まあまあでもそのね、我々の世代で大人気だと思われるめぐちゃんがギリギリ最下位に近い10位ってところが、まあいかにも私なんですよね。それでは第9位、浦島真子って分かりますかね、あの魔法の真子ちゃんの真子ちゃんですね、浦島真子って。まあ本当は人魚だから名字ないはずなんですよね。でも海の底の世界でも真子って呼ばれてたんですよ確かね。で名字がないから、その拾った老人が浦島老人って言ってね、浦島太郎と人魚姫がごっちゃになってるというねあそうだね浦島太郎と人魚姫がごっちゃになってる。で浦島老人がまこちゃんを拾ってきて、で育ててあげてるわけですよ、身寄りのないまこちゃんをね。でまあそれで正式に養子縁組したわけじゃないだろうけども、浦島まこという名前になってるわけですが、で大体めぐちゃんの方が人気あると思うんですよね。視聴率も多分めぐちゃんの方が高かったろうし、で性格的にもねめぐちゃん明るいから、まあ、めぐちゃんの方が人気あると思うんですけど、私はどうしてまこちゃんの方が上かっつうと、あのねこれ完全に私個人の経験なんだけれども、このまこちゃんは本放送で見てたんですよ、第1回からね。その前のあっこちゃんからずっと、このもうサリーちゃんの時代からだと思うけど本放送で見てたわけ、月曜日の夜7時 NET だから、まこちゃんも第1回から見てるわけですよ。その第1回でね、まこちゃんはその人魚から人間になるわけね、海で船に乗ってたその青年に恋しちゃうんだよね、まこちゃんが、人魚のまこちゃんがね。それで人間の世界に行きたいって言って、で、その人魚の世界の魔法で
人間の姿にしてもらって、ね、もう 人魚に戻れないんだっけな、とにかく人間の姿にしてもらって、で人間の世界に来るんですよ。その青年があまりにも恋しくてね、まこちゃん設定では中学生の女の子なんだけどね、確かね。だからね、それまでの魔女っ子路線と明確に違ってたのは、恋愛を描いて、恋愛感情を描いてたってのがものすごい新しかったんですよね。あの当時漫画、テレビ漫画で恋愛感情を描くっていうのはなかったから、もうこれが多分初めてじゃないかな、ね、要するに漫画って子供のものだから、子供に見せるもので、惚れた腫れたを描くなんてみたいなね、当時の大人って硬いですから、とにかく、子供がその恋愛を描いた歌を歌うだけで、歌謡曲を歌うだけで、そんな歌を歌うんじゃありませんって怒られた時代ですからね、まだまだ。で、漫画の中で恋愛を描くっていうのは言ってみればタブーに近いことだったわけですよ。ただこれ年齢層をまあ中学生ぐらいに上げてるという建前なんだろうから、まあまあほのかなね、恋愛感情ぐらいは描いてる、描いていいだろうってことで踏み出したんでしょう。だから初の恋愛を描いたアニメなんですよ。そこら辺もドギマギしたんだけれども、それでね、まこちゃんがね、人間の姿になるんだけど、ほら元が人魚でしょ、人魚の世界って洋服着てないでしょね。だからまこちゃんが人間の姿になるとね、素っ裸になっちゃったわけですよ。それでそのまんま波打ち際まで、人間の姿でね、すっぽんぽんの人間の姿で波打ち際に打ち上げられてるわけで、明け方かな、それを浦島老人が見つけるわけですよ。その時のね、描写がね、もう私はね、当時まだ小学生ですけどね、小学校中学年とかだと思ったけど、もうね、もう激しい興奮、大興奮ですよ。はね、そういう言葉あんま使わないけれども、ね、女性とかも見てるかもしれないからあんまり露骨な言葉は使いませんけど、もうね、いてててててててっていう状態になっちゃったわけですよ、ね、男性諸君は分かるでしょ、ね、いてーってぐらいにもう、ね、今もうそんなこと絶対ありえないんだけどね、もう痛くなるほどっていうのはありえないじゃないですか。もうね、40とか過ぎたらさ、40、50過ぎてさ、いてててててってことにならないでしょ。もう中学生とかの頃ってもうね、もう興奮しちゃうと痛い痛いってぐらいになるじゃないですか。言っててはち切れそうなぐらいにね、なるわけですよ、ね、それでまだ小学生だったんだけれども、私結構だからそういうの早かったんですよね。小学校1年か下手すると幼稚園ぐらいの時からそういうエッチな場面見ると、いていてカチ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 だみたいなね、なんか硬くなったみたいな感じになってたからね。でこのまこちゃんのその第1回でもそういう感じなんですよ。もう激しく痛いわけだからその頃はどうやったら柔らかくできるかっていうのは分かってないから、ね、ただただ痛くてしょうがなかっただけなんだけどね。もう時間が経ってもう普通の場面になってしばらくすると、まあそのなぜかね、その硬さが取れて普通の姿になるからね、そういう思い出があるわけですよ。だからまこちゃんはね、まあそういう思い出そんな感じのね、思い出なんですよ。だから顔も可愛いでしょ。であの服装もね、やっぱりさっきのめぐちゃんで言ったけど、めぐちゃんはさらにおしゃれな感じになったけど、まこちゃんはそのめぐちゃんの前に、そう、女の子の登場人物がちょっとおしゃれな感じになった最初なんですよね。めぐちゃんよりもさらに先にまこちゃんが、だから一番最初にアニメの女の子の登場人物で、あ、この子おしゃれだなと思ったのはまこちゃんなんですよ。今見るとそんなおしゃれじゃないんだけど、あの当時の漫画の登場人物の女の子ではもうズバ抜けておしゃれだったのね、あの服装っつうかで、ね、顔も可愛かった、服装も可愛かった、で可愛いというか、まあ、美しいというかな、美人タイプだよね、まこちゃんはね。でそういう第1回でもうすっぽんぽんになってくれたっていうねそういうまこちゃんもね、だそんな感じでね、ちょっとエッチな描写はいくつかあったんですよね。めぐちゃんの前にまこちゃんがあったんだよね。だアニメでね、意識してエッチな場面を出すようになっ
った最初ってね、まこちゃんかな、多分多分そうだと思いますよ。パンチラとかね、それからヌードにしてもね、でまこちゃん設定では中学生でしょ。その中学生の女の子のヌードとかパンチラとかをもうエロ目的で出した最初ってのはめぐちゃんの前にまこちゃんね。ただめぐちゃんほど突っ走ってなかったからあまりそういう風に語られないけれども、実はまこちゃんの方が先になったんですよね、うん。でまあ、その頃私まだ小学校の中学年とかだから、そのエロ方面を期待してたってことはないんだけれども、まあまあ、ああそういう風にね思い出もあるしで可愛かったなっていうのはありますからね、第9位でございます。ずいぶん長く話しちゃったなさあ第8位、わかります？ラブラブってこれわかんないでしょ。そろそろ出てきましたよ。ここら辺からね、なんじゃそれはっていう名前ばっかり並びますよ。知らねえよって名前ばっかり並ぶと思いますよいかにもひねくれ者だなっていう感じの名前ばっかりね。まあ有名な人も何人かいるけど、まあ、大体なんじゃそりゃっていう名前が並ぶんですけど、まあ、ラブラブってこの冒険コロボックルっていうアニメのね、女の子なんだけれども、冒険コロボックルって要するにコロボックルっていうその北海道だっけにあるコロボックル伝承ね、要するに小人さんですね、小さな人間小人さんの妖精みたいなあれかな、その伝承を描いた、それを原作をもらって描いたアニメーションなんですよ。主人公は聖鷹くんって言って人間の男の子で、その聖鷹くんとコロボックル3人の、まあ、触れ合いの物語なんですけど、でそのコロボックル3人のうちの1人がラブラブっていうんで、ラブラブはね普通の人間じゃないコロボックルなんだね。だからちっちゃい、どのくらいだろう、多分人間のその足の部分20センチとか25センチくらいしかないと思うんだよね、おそらく。そんな感じでちっちゃい女の子の、だからそんなにね、子供を見ていた子供の頃はそんなに感情移入してなかったんだけども、ある程度大きくなって、それで、ね、資料とかレコードとかで再び見るようになって、あなんか可愛いなという感じになったっすね。まあそのぐらいの感じだけどもね、ただ見た目が結構可愛くて好きな絵なので、それでまあ8位ですね。8位、うん。子供の頃もこれ住友生命が住生テレビメイトっていう、まあ、パンフレットを毎月持ってきてくれてたんです、あの保険屋のおばちゃんがね。昔の保険屋さんってさ、一軒一軒家に上がってですよ、毎月毎月もその集金時に家に上がって、うちだけだったんかな、でもそういう家多かったと思うんだけど、家に上がってで一緒にご飯食べたり してたんだからね。まあ、うちだけだったのかもしれない、田舎者だったからね。でも田舎から来た人って多かったと思うんだよ、そういううちが、お客さんはもてなすみたいな感じで。だから保険の外交のおばさんを毎月家にあげてたんだから、それでご飯一緒に食べたりしてたのよ。でその保険のおばさんが住友生命の人でね、で住生テレビメイトっていうのをその前の番組のおんぶお化けの頃から持ってきてくれてたわけで、冒険コロボックルも持ってきてくれてて、でその住生テレビメイトはカラーでね、カラーのパンフレットなんで、カラーで8ページぐらいだったかな、4ページぐらいだったか、そういうものだったんで、非常に見栄えがいいっていうか綺麗なのね。でそれでもラブラブ見てて、まあ可愛いなと思ってたけど、当時は子供だからそんなにあのじーっとは見ないわけあの、うん、そんなにはじーっとは見ない。だ見た目的には結構好きなんで8位っていう感じですね。さあ第7位、ね、誰なんだっていう人でしょ。藤野高根誰だそれっていうね。高根ちゃんっていうと分かるかもしれないけどもね、これはねジャングルクロベーという、まあ一時封印されていたアニメの、まあ、ヒロインっていうかな、女の子なんだよね。主人公が人間の獅子王くんといって、人間っていうかみんな人間なんだけど、ああでもクロベーは妖精なのかな、うん。で獅子王くんは普通の男の子なんだけどね。でその獅子王くんのガールフレンドっていうか、まあこの高根ちゃんなんですよ。でね、高根ちゃんとかしか言ってなかったし、私も高根ちゃんとしか知らなかったんだけど、なんかネットで見たら名字が藤野らしくてね、
と富士の高根富士の高根に降る勇気もってあのね、そういう歌から来てるという、ね、だからさっきのうららちゃんの名字も多分春のうららだろうって言ってのはそういうことなんですよ。漫画の登場人物の名前なんてそんな感じでね、愛につけられてるの結構あるから、この高根ちゃんはそう富士の高根らしい。でこの高根ちゃんはね、当時から好きでしたね。当時から可愛いと思ってた。当時だから小学校中学年ぐらいですよね。当時から可愛いと思ってた。で今はね逆にね、あれだな、まあそこまでしげしげ見るほど可愛いとは思わないね。今はやっぱ子供の頃の気持ちになって、あの頃もうかなり好きだったんでね、もう少し大きくなって中学生とかの時に再放送とか見てもやっぱり可愛いと思ってたし、そんな感じで割と子供の頃の記憶で好きだったので、それでまあこの順位ってことかな。さっきのラブラブは逆に子供の頃はそんなにしげしげ見てなかったけど、今は見ると可愛いなっていう逆なんですよね。逆のパターンで、子供の頃好きだった高根ちゃんの方がまあランキングとしては上かなという感じでございますね。